インジアは、セルビアの自治体、またその自治体の中心をなす町である。2002年時の町の人口は26,247人で、面積は384平方キロメートル。一方、自治体の人口は49,609人。ボイボディナ自治州のスレム地域に属する。インジャとも表記される。由緒ある。 セルビア正教会の建物1496年にセルビア先制君主のヨバ番ブランコビッチが出した検証ガインジアが実在したという最古の証拠だが1455年にはすでにハンガリーの強く家の所有となっていた16世紀から18世紀にかけてのオスマン帝国時代には住民の大部分をセルビア人が占めていた1717 17年に ハプスブルク帝国領となり、ブルガリアのチプロフツィからやってきた、ペアチェビチ家のマルコ・ペアチェビチ公爵の領地となった。中世の市街地は、現在より少し北に築かれていた。新市街は1746年に、ベシュカからやってきた、セルビア人によって建設された。建設当初は60世帯だったが、1791年には122世帯、1 5 4人が、 暮らすようになった。18世紀後期には新市街の住民のほとんどをセルビア人が占めた。19世紀初頭にはドイツ人とチェコ人が、19世紀終盤にはハンガリー人が入植してきた。1860年には再びハンガリー王国領になった。郵便制度が確立した19世紀初頭インジアでは初めて物産祭りが開かれた。 1850年には、電信が、1886年には、郵便送金が可能となった。1897年には、最初の銀行と最初の職業専門学校が置かれた。1911年には、最初の発電所が稼働を開始した。インジアの産業発展は、19世紀中頃に、工場が設立されたのに伴い始まった。 1890年には、ブダペストの会社が1日あたり車10台の小麦を製粉できる、初めての大規模な製粉工場を建てた。20世紀初頭には、毛皮工場も設立された。この地の産業発展は鉄道に支えられた面が大きい。インジアに鉄道が通ったのは1883年のことで、北のスボティツァ。 西のザグレブから伸びた線路がこの地で一つになり、ベオグラードまで続いていった。インジアはザグレブとベオグラードというバルカン半島の二つの重要拠点を結ぶ鉄道路線の交差点となった。1918年にインジアはユーゴスラビア王国領となった。第一次世界大戦が終結すると馬車釘、ジャーム、粉末ン、パラシュート、 単物などの工場が設立され、第二次世界大戦直後には、金属加工の工場もあった。大きな貿易商社が本社を置き、商いの街としても栄えた。1939年には付近に、国際道路が敷かれた。第二次大戦前、町の総人口7900人のうち5900人は、ドイツ人が占めていた。その頃町は、ボイボディナで、 最も発展した入植地でスレム地域に住むドイツ人の精神的文化的な中心地でもあった。第二次大戦時は数軸国が占領していたが1944年に数軸国側が敗北すると町に残されたドイツ人らは全員収容所送りにされた。それからは移民の流入が激化した。 その後新たな人口流入が始まり、町の民族比率は大きく変化した。2002年国勢調査の時点で、町の人口の87.61%はセルビア人であるが、古くから多くの民族が平和的に暮らしてきた民族共存の精神は今も残されている。今日のセルビアでは発展の進んだ部類の町であり、多くの投資を集めている。 2020年12月15日、セルビアに進出した日本の東洋タイヤがインジアでセルビア工場の起工式を行った。式典にはアレクサンダル・ブチッチ大統領も出席した。自治体内の地図インジア自治体はインジア町と下記の村々からなる。町の中心にそびえる境界データは2002年国勢調査時のもの。自治体内の村落の多くは セルビア人が大多数を占めるが、スランカメナチュキビノグラディでは、スロバキア人が多い。2007年6月26日、インジアでは、グリーンフェストという音楽イベントの一環として1時間20分間、レッドホットチリペッパーズのコンサートが開かれた。世界で最も人気のあるバンドの一つを見るため、近隣諸国などから9万から10万人が押し寄せた。 インジアではセルビア第2リーグで活躍するサッカークラブ FK インジアとソフリーグで活躍するアメフトクラブインジア・インディアンズが本拠地としている。ありがとうございます。